過ごそうかなと思ってやってまいりました。戦うパーソナリティショッカー大野です。どうぞよろしく。さあ、それではいよいよお呼びしたいと思います。お一方ずつお呼びしたいと思いますんでね、大きな拍手とそして盛大なるね、もう大声援を送っていただきたいと思います。いいですか、愛天使伝説ウェディングピーチ。まずはやはり花咲桃子役の、大丈夫ですね、皆さん準備してくださいね。ね、いきなり花咲桃子役のって僕は三木慎一郎とは言いません。大丈夫ですからね。 OK、 花咲桃子役、氷上京子ちゃんです。すごいですね。こんにちは。はい、せーので、京ちゃん、せーの、京ちゃん、はーい。低いテンションで、ありがとうございます。ね、きょうちゃん、最後もよろしくお願いしますね。お願いします。さあ、お二人目はですね、玉野ひなぎく役、いいな、宮村優子ちゃん。ありがとうございます。せーので、宮村、せーの、宮村、はーい。そっかそっか、ひなぎくだからな。はい、はい。さあ、そして、もう一方お呼びしたいと思いますね。谷間ゆり役、野上ゆかなちゃん。せーので、ゆかにゃん、せーの、ゆかにゃん。はい、どうもありがとうございます。ね、ということで、
でですね、まず最初はですね、いきなりウェディングピーチトークショーね、で今日はですね、まあ、このウェディングピーチフェスティバルということなんですが、はい、ゆかなさんは、はい、元気ですか？はい、あ、よかった。じゃあね、京子ちゃんね。はい。でここはですね、キャラクターではなくて、氷上京子さん、はい、宮村優子さん、はい、野上かなさん、はい、としましてですね。いいね。いいな、これな。としてのですね、やはりあのウェディングということでね、お嫁さん。結婚感ってちょっと硬いけどさ。でまだみんなほら3人とも若いからそんなにピンとこないかもしれないんですけども、例えばミヤムは将来どんなお嫁さんになりたいですか？あ、うわ、質問だったのね。そうなのよ。将来は、うん、末永く幸せに暮らしましたとさ。そう、めでたしめでたしと。うん、あの例えば、ほら好きなタイプってどういうタイプ？え、うん、私関西出身なんですけど、関西では基準がね、うん、クラスの中で、はい、かっこいい子とか、うん、頭のいい子よりも、はい、何よりも一番は面白い子なんですよ。だから、はいはい、どんなにスポーツができても、うん、あいつかっこいいよなって、あいつかっこええな、でもおもろないやんっていうことで、こうランクを下げられちゃうんですよ。あ、そう。で、その血を受け継いでるので、受け継いでるから、あの面白い人が好きなんです。あ、本当に、はい、みんな面白い人が好きなんだって。いいね。インプットしましたからね。きょうちゃんはどんなタイプが好き？好きになっちゃうと好きになっちゃうんですけど、うん、こう当たり前じゃないけど。いや、好きになったら嫌いになったらちょっと珍しいんだけどさ、こうじゃなきゃやとか、うん、こういうのがいいとかっていうのはあんまりなくて、うん、はい、ただ今まで好きになった人の統計を見てみると、うん、割とこう丸い感じの人が好きみたいですね。丸い感じの人。あーね、ゆかなちゃんはどういうタイプの人がいいかな？あのね、うん、一生懸命頑張ってる人が好きなのね、何でも、うん、はいはい、それがちゃんとできなくても、うん、できてても好き、うん、あー、すごくね、前をいつも見てて、うん、いつも頑張ってる人、いつも前を見てる人がいいね。そうすると助けてあげたいでしょ。あ、そうだね、うん、で、だからその、うん、そのやりたいこと以外のことは全部私がやってあげるから、それやってなさいって。おう、いいじゃん。なんちゃって、どうしよう。嘘かい、それ嘘かい。ほう、あ、でも本当なんでしょ。いや、そうなよ、うんうん。だ、今日はとにかくね、そういうような感じでですね、はい、いろんな、だから暴露話も出てくるかもしれないし、3人の素顔が垣間見れるようなコーナーも出てくるかと思いますんでね、よろしくお願いいたします。この後またいっぱい登場してもらいます。はい、フリルの皆さんにはひとまず、会議していただきましょう。もう一回大きな拍手をお願いします。フリルの3人です。ますます好きになっちゃったでちゅ。さて、次はいよいよももこちゃまたちの出番です。このイベント用に衣装も新調して張り切っちゃってます。もちろんお色直しもあるでちゅぴ。3人目は、そう、
ヘディングビーチこと花咲桃子ちゃん。皆さんお待たせ。あっ、じゃあ桃子ちゃま頑張るでちゅ。桃子ちゃん大丈夫でしょうか。大丈夫大丈夫。それでは早速歌ってもらいましょう。曲はバージンラブ。張り切ってどうぞ。そう忘れられないの、嫌いになれない、どんなに傷ついても、
ガーン、お約束のパンナップで僕でごめんねというわけでですね、さあこのコーナーにはですね、いよいよついに4人目の愛天使となりますエンジェルサルビアことですね、今井ゆかちゃんをお迎えしました。どうぞ。どうもこんにちは。こんにちは。というわけで、はいカメラさん、ここからパンナップパンナップグーディーン、今井ゆかちゃんでーす。そうなんですよ。はい、はい、今回、エンジェルサルビアという役に決まったわけなんですけれども、はい、はい、サルビアというのはどんな役なんですか。サルビアというのはですね、はい、すごく自分自身オーディション苦労したんですけれども、うん、ちょっと冷たい、ちょっと大人、うん、あの3人よりは大人という感じで、うん、サルビアの花の言葉通り情熱的な戦士という感じで、はい、はい、なるほどね。あ、今オーディションの話ちらっと出ました。オーディション大変でした。大変でした。やっぱ口上が歌うようにこう綺麗にできなかったので、うん、どうしようと思ってたんですけども、うん、本番はやっちゃえっていう感じで、でも見事にそれをクリアして、はい、サルビア役に決まったわけですけれどもね、はい、じゃあその口上っていうのをちらっとやってもらっていいですか。バーンときてボーンときてカーンってくるやつですね。はい、はい、変身時の、そうですね、ウェディングエクセレントフラワー。おあんまり情熱入ってないみたいですけどじゃあ最後にですね、こちらのビデオを見ているファンの皆さんに一言お願いします。まだまだスタートしたばっかりの私なんですけれども、サルビア同様、ウェディングピーチ同様、よろしくお願いいたします。ということでね、今井ゆかちゃんでございました。どうもありがとう。ありがとうございました。ズズズズズン、というわけでですね、フリル様控え室、ね、フリルの3人がこの中で今何してるのかちょっと見てみようと思いますね。ヤッホー、着替えてる？まだ裸着替えてるってなんだよ。入りましょう。いやーあーって着てんじゃねえかよ。なんだよ、誰だ今まだ裸って言ったのは。どこが裸なんだ、どこが裸なんだ。え、手のひらが裸。あ、それは嘘じゃねえなというわけでですね、はい、今、たった今ですね、今イベントのまさに 最中なんですけれども、ね、イベントの今最中なんですけれどもね、トークショーが終わって、ね、トークショーが終わって今こちらに3人が揃いました。で、この後いよいよライブコンサートが始まります。ね、今の心境はどうですか、ゆかにゃん。話しかけないで忘れるから。やべやべやべ、話しかけないこそ。キョウちゃん、今の気分はどうですか。ドキドキしてる。駐車の前みたい。駐車の前みたいに。あの前のクラスの子がこうやってあって痛かった痛かったって。痛かったって。そういう状態。必ず。ミヤムはミヤムは。真っ白になっちゃった今ので。大丈夫かよ。ね、ライブに向けての、ね、頑張るぞっての一言ずつください。じゃあまずキョウちゃんから。頑張るぞ。はい。ではミヤム。頑張るぜ。ゆかにゃ、頑張ります。困ったな、大丈夫かな、大丈夫かなはいはいはい、じゃあ3人揃って最後はね、頑張るよってことで、頑張るぞみたいな。準備はよろしゅうございますでしょうか。それではフリルの皆様に歌っていただきましょう。曲は夢見る愛天使です。どうぞ。Yeah.
Thank you.
ノクローム聴いてください。自然解散なんですよ、うん、だってそうなんだもん、あれそんなに驚きなの、だってウェディングビーチの人たちなんだよ、うん、ちょっと変だったらいい、それでそれでだからね、うん、皆さん応援してくれたらもうちょっと番組が伸びたらもう一回くらいまたフリルできるかなってそういうことだったのね、ということで、バージンラブを歌わせていただきます。覚えてください。そう忘れられないの、嫌いになる
どんなに傷ついても
この世から愛の花を摘み取ろうとする悪魔たち、許せない。相手にウェディングピーチはとってもご機嫌眺めだわ。清純と、清純と言われしリリーの花言葉、咲かせて愛を授けます。デイジーは無邪気な心の象徴だ。邪悪な風なんか吹き飛ばしてやるぜ。ウェディングチュー